はい、今回は美祢市御福町にある御福堂に行っています。ここですね。もうすぐそばに来てます。まあ行くって言っても中に入り込んでいくわけじゃないんで、まあ、どんな感じかっていうのを、まあ、入り口だけでも撮影します。はい、美祢市御福町にある御福堂にやってきました。御福の穴は吸い込み穴。ここから白水の池っていう場所まで続いてるんですよ。洞窟がかなり距離がある。まあ別に今回は洞窟に入っていくわけじゃないんで、入り口ちょっと覗ければいいかなって感じで。これ奥まで入ろうとなると相当な装備とスキルがないと無理なんですよ。それぐらい難しい場所なんで、狭いし。だから気軽に行ける場所じゃない、一般的じゃないんですよ、ここ。まあ、ただここに洞窟がありますよっていうことで。行きます。まあ、ここが修法堂みたいにね、大きかったらね、まあ、一般的に、まあ、観光化されてるんでしょうけど、ここはもうどっちかっていうと狭いホラー穴って感じなんだよ。道も悪いし。マジで歩きづらいね、ここ。あ、ひんやりする。いや、ここ道っていうか足場が悪い。狭い穴がね、奥までついてるんですよ。まあでもこれ人入れないね、これ。張ってるもいけないね、これ。それぐらい狭い。下手に入ると崩れてから出れなくなりますよね、こういうとこは。
なんでここまでですね。ここが奥久堂ですね。ここから白水の池までついて、距離にしてどれぐらいかな、数キロあるんじゃないかな、それぐらい深い距離が。あ、とにかく足場悪いね、ここは。はい、ということで、ここが奥久堂です。